レテンジャダムシンゴが結成しました。来てないですね。まだ行ってるんですか。はい、あのどうしてもやっぱりレテンジャダムシンゴ、はい、今日で集結させたいなと思ったんですけど、ジャダム君結成なんですけど、あの聞いてないな。はい、すごくお世話になってるので、今日は今回は僕はおもてなしを、おもてなし、はい、あのたこ焼きパーティーをしたいなと思いまして、はいはいはい、はい、一緒にお酒を飲んで語り合いたいなと思いまして、はい、すごいですね。なんか何するかは全く聞かされてなくて、なんか来てみたらすごい用意されてて、うん、マジでたこ焼きパーティーじゃないですか。あ、そうです。乾杯してもよろしいでしょうか。お酒飲ませていただけるんですね。はい、やった。ビールじゃあちょっといただいていいですか。あ、いいですか。いいですか。変なの入ってないでしょうね。あ、言うと思った。入ってないよ。はっきり言って怖いですよ、ずっとここで飲食するの。あ、変なの入れてないですよね。入ってまだ入ってない。ビール、はい、一番搾り、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、じゃあいただきます。いただきます。あ、おいしい。しゅうさん、はい、いつも通りやっぱりもう空ですか。あ、ごめんなさい。いや、こういうとこが怖いんですよ、しゅうさん。え、もう飲んじゃったんですか。一口で。僕実はですね、3月、2月とすごいいろんな方とコラボ、高田さんのおかげでコラボさせていただいたりしたんですけど、はい、今日が多分一番緊張してて、なんでかっていうと、はい、個人的にすごいタイプなんですよ。まあ、はいはい、ずっと言ってますね。はい、大好きで気色悪い、はい、ひどい。気色悪いですよ、ずっと言ってるけど。でも、僕、レテン君のチャンネル見たんですけど、僕のツイートのネタにして、はい、当てたじゃないですか、はいはい、あれで結構あれはありがたかったです。はい、それでなんか僕のことを、なんか、うん、ワクワクするとか、はい、なんか好きになりそうとか、はい、すごいなんかちょっと、ちょっとこれありかな。僕そんなこと言いました。え、言ってました。ちょっと好きになりそうとか言ってて、あと、はい、ちょっと可愛いとか、うん、なんかハマるとか、はいはいはい、どんなハマるんだろうと、なんかすごいワクワク興奮しちゃって。それだいぶ自分でフィルターかけてますよね。一言も言ってないですよ、そんなの。え、ワクワクするとか、はい、楽しんごさんに向かってですか。はい、言ってました。だからすごいなんか本当はなんか僕には冷たいけど内心好きなんだなってずっと思ってて、わー、やっぱ来なきゃよかったな、はい、今日。そんな緊張するお酒飲んだことないっすよ、俺。もうちょっといいですか。いや、まだ飲んでる。怖い、本当ゆっくり飲んでください。あ、ゆっくり飲みますね。失礼します。しんごちゃんね、ゆっくり飲まないとマッサージできなくなっちゃいますよ。はい、あ、わかりました。マッサージしていただけるんですか。もちろんです。今日はですね、もう集大成としてもうがっつり僕が満足するまでやります。集大成として、はい、満足するまで。ちゃんとプロとしてのマッサージの施術ですよね。そうです、きちんと。いや、それだったら本当いつも嬉しいんですよ。はい、なんかどさくさに紛れてピッとか触るじゃないですか。今日は触んないですか。そういうことは絶対しないです。しないですか。はい、お酒も飲んでますけど大丈夫です。もう怖いな、不安しかないな、今のところ。やばい。どうしよう、僕どうしたらいいの、めっちゃやばい。いや、大丈夫です、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、すいません。なんでいつもこんな緊張しちゃうんだろう。すごい、中学校の時の、先輩が好きな感じって。なんだろう、レテンさんとこう会うってなると、なんか、すごい緊張してるんですよ。わかんないよ。冗談じゃない。本当に、だって。なんか、面白い、なんていうの、ふざけられないというか、なんていうの、なんか、ちゃんとしないとみたいな。ちゃんとしないととか、うん、嫌われたくないんですよね。可愛く見られたいなとか、うん、なんか、思うんですよ。女の子なんですよ、やっぱり。あ、心は。なるほど。体は男ですけど。うんうん、まあ、そうですよね。しんごちゃん的にはね、可愛く見られたいですもんね、そうですね。まあ、そんなのもやっぱり無理って分かってるんですけど、やっぱり最低限はきちんとして、うんうん、ちょっと可愛い角度でいたいなと、うん、思うんですよ。まあまあまあ、それは別に僕気持ち悪いとか思わないですよ。やっぱこういう時代なんでね、多様性の時代なんで、うんうん、ただまあにしてもやっぱどさくさに紛れて触ってるとか今日はしないでくださいね。絶対しないで。それだけ本当やめていただければ、はい、本当今日は本当ありがたいですもんね、こうやって用意していただいて、はい、
ちゃんと今日はやります。今日はね、はい、あのそのしんごちゃんの今までのイメージをやっぱりこう払拭する。払拭します。ですよね。はい、その回ですもんね。もう今日レテン君に、うん、あ、楽しんごちゃんって、うん、あ、ちゃんとしてるんだって、うんうん、あの思われたいので、うん、今日はきちんとします。きちんぽマッサージします。きちんとマッサージします。きちんと、うん、ちゃんとやります。不穏な雰囲気が拭えないんだよな。大丈夫ですか今日。大丈夫です。なんでこんな、なんで羽賀さんとか全然緊張しないのに、なんなんですかこれ。それも失礼ですけどね。これ好きってことなんですか。怖いです。嫌なんですよ。多分レティさん怖いと思います。怖い。本当に言葉が出なくて怖いな。ちょっとシンゴちゃんってやっぱり太鼓パスっぽい発言をするじゃないですか、まあ、X とか、うん、怖いっすよやっぱ、うん、そういうイメージが。いやでも最近のツイートは全部本当なんですよ。痴漢されたこととか、え、大学生に、シンゴちゃんが。そうです、ま、マジマジなんですよ。あの埼京線乗ってて、うん、もうすごい混んでたら後ろからめっちゃ当てられてて、うん、あっ天候で、それでめちゃくちゃ当たってるんですよ、うん、で、うん、あの僕注意しようと思ったんですよ、うん、やめてくださいって、うんうん、でもすごい気持ちよかった。そういうとこですよね。そういうとこなんだよな。ちょっとぶっ飛んでる。最後の一言がやっぱ怖いですよ ね、うん、そうですね。 僕が本当にサイコパスなのか診断したいです。診断したいですか、うん、でそれでじゃあもしあなたがサイコパス度何十パーセントとかなっちゃった日にはどうします。あの一回先進が行きます。まだリアルに。リアルに。じゃあちょっとやってみます。なんかそのなんつだろうな、自分でその分かるんですよね、やばいなって。うんうん、一瞬よぎるんですよね。うん、じゃあちょっとこのサイコパス診断いいですか、お付き合いいただいてもレテンさん。はい、もちろん。でじゃあレテンさんにも答えてもらいます。2人ともこれ回答してもらって、うん、このサイコパスの回答はこうだよっていうのを私が回答していきます。うん、ラブ注入。じゃあ一つ目、犯人の動機は。質問。ある家で一家殺害事件が起きた。若い夫婦とその子供の遺体はダイニングで発見された。捜査の結果、犯行後犯人は1日以上この家に滞在していることが判明した。うん、犯人は一体何のためにこの家にとどまっていたと思いますか。いやー、なんだろう、普通にやっぱあれじゃないですか、証拠を隠滅するためというか、証拠を消すためとかに、まあ、1日くらいかかったみたいです。あー、まあ家に、そうですね、理由がないもんな、滞在する。慎吾さんはどうですかね。聞いてました、ちゃんと。もう一回言いましょうか。もう一回言います。ある家で一家殺害事件が起きました。若い夫婦とその子供の遺体はダイニングで発見されたと。捜査の結果、犯行後犯人は1日以上この家に滞在していたことが判明した。犯人は一体何のためにこの家にとどまっていたと思いますか。まあ、普通に考えたらやっぱりそれぐらいじゃないですか。そうですね、その、なんていうか、処理の証拠を。そうです、指紋を消したりとか、うん、自分の指紋消したりとか、靴の歩いた跡を消したりとか。ですよね。そういうのを企んでたんじゃないですか。慎吾さん的にはどうしたの。やっぱり証拠隠滅。あ、リアルに、リアル、これマジリアル。まあまあ、リアルですか。これに関しては、ね、はい、変なこと考えられないわ、はい、マジ証拠隠滅。もしこれをサイコパスっぽい発想でいくとしたら何てことありますか。もし自分がサイコパスだとして、はいはい、本当にサイコパスだとしたら、まあ、わかんないですけど、やっぱりこう、なんかそういうされている死体をこう眺める性癖とか思考があったとかはあるんじゃないですか。あ、なるほど。そういう、あるかも。海外で多いですよね、そういうのね。じゃあこれ回答いきますね、はい、一般的な回答例は、残りの家族が帰ってきたら、まあまあまあ、待ち伏せみたいな感じですね。それはあったな。ただ
サイコパスの回答例としては死体を眺め楽しむ。うおー、おおあ、すごい、もしそれとしたらですよ、僕がそう思ってるわけじゃないですよ。あれまさかのね、マジで、すごい、そうそうそう、眺めるため、もし、強いて言うなら、強いて言うならってあれですよね。じゃあ次の、いや、なんか犯人役のこの犯人像頭で思い浮かべて、すごい楽しんごさんが出てくるんですよ。ちょっとやってないですよ、ひどい。けどな、いつかやるかも。いつかやりますよ。なんか想像できるんだよな。子供が来た部屋でドドスコ踊ってないですよ。いや、踊って、それはやんない。ひどい。じゃあ次行きますね。強盗から隠れる場所は、家に強盗がやってきた。あなたは武器を持っておらず、隠れることしかできない。あなたが身を隠すとしたら、家のどこ？場所ですか？はい、場所ですね。普通に考えたら、そういうことですよね。うんうんうん、隠れる場所。じゃ次、ちょっと慎吾さんから。はい。慎吾さんだったらどこ隠れますか？本当にその場合だったら、押し入れ。あ、押し入れ。押し入れとか、あとお風呂の中。あ、本当にその場合じゃなかった場合。その、なんだろう。もし自分がサイコパスだったらどこ隠れますか？わかんないな、サイコパスの考えることは。すまって、楽しんごさん、おかしそうですけどね。ちょっと今のところ普通の回答だな。でしょ。だから、そうなんだよね。意外と普通なんだよ、ね、意外とちょっと普通ですよね。あの意外、あのベッドの下とか、うん、あとあのお布団に入っちゃうとか、うん、あのリアルに。はいはいはい。ごけんさんどうですか？まあ、もしこう、なんだろうな、普通に考えたらやっぱ押し入れの中とか、それこそベッドの中とかないそうですけど、なんだろうな、まあサイコパス的な発想で自分の中で考えてみるなら、難しいですね。難しい。じゃあちょっとこれ答えいきますね。はい。自分が有利になれる場所、迷わずドアの裏と答える。だから、ね、この逆に反撃できるようなことですね。もうそもそももう、背後取れるように、隠れてる。すいません、いいですか、はい、さっきなくなりました。あ、ですよね。少々お待ちください。次、葬儀後に殺人、その理由は、質問、夫の葬儀中、そこに来た夫の同僚に一目惚れをした未亡人、その夜に息子を殺害した、その理由とは。そんなの普通に考えたらやっぱあれですよね、子持ちがこう重たく感じられるから、こう自分の子供を、はいはい、まあこういないものとするというか、あ、まあそうですね、一般的な回答はまさにそれなんですよ。そうですよね、普通に考えたらやっぱ、はい、ただサイコパスの回答はゾッとするんですよ。葬儀後に、そう、葬儀、夫が葬儀中、夫の葬儀中、同僚の人に、夫の同僚に一目惚れしちゃって、うん、その夜に息子を殺した、うん、え、理由はちょっと難しいな。サイコパスは、ちょっと白を見てください。これサイコパスの回答なんです、はい、どうなるこれ、ヒーロー。あー、ゾワッとしました。ゾワッと、ゾワッとする回答か。じゃあちょっと答えちゃいますね、はい、息子の葬儀で再びその男性に会えるか。怖っ。息子がを泣く、ね、息子を殺しました。リアルサイコパスじゃないですか。そうなんですよ。じゃあ続きまして、じゃあなるほどね。じゃあ羽賀さんがもし亡くなったらやっぱ葬儀行くじゃないですか、うん、葬儀僕ら行ったとして、そしたら多分楽しんごさん身の回りの人を誰かが〇〇ってことですね、多分。あ、そうです。僕もう一回僕に葬儀で会うために。あ、そう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 、そういうことです。楽しんごさんで言い換えるならそうですもんね。そう、もう一回そうするもんな。会いたいから、会いたいから羽賀さんの葬儀の後ちょっと誰か出てんくんかっこいいってなって佐山さんその後怖い。楽しんごさんあったら絶対やりそうだな。まあこ
これしんごちゃんが言っても怖いですね。僕一個聞きたいんですけど、レテン君に、はい、レテン君が人生の中でまあ有名な方でもいいんですけど尊敬する方って誰ですか。急に何ですか。全く流れてなかったですよ。じゃあすごい思ったんです、レテン君が尊敬してこの人を真似しようっていう人はいたんですか、人生。いや、これこそサイコパスじゃないですか。何の流れがあるんですか。いや、なんか本当そう思って。診断戻ります。一回診断戻ります。そうですね、聞いてはりません。一回ちょっと診断戻りましょうか。なんかちょっと聞きたくなっちゃったんですよね。すごい、もうできてるじゃないですか。食べてください。やった、食べたい。いや、まさかこんなごちそうになってしまうとは。本当にフラッと来ただけなんですけど。しんごちゃん嬉しいですね。嬉しいです。一個食べてみていいですか。いいですか。はい、召し上がってください。これ熱いかもしれないんで、はい。じゃソースのやついただきます。はい、あ、これマジで熱いやつだ。本当に綺麗ですね、お店みたい。うまっ。うまっ。あ、美味しいですか。超美味しい。熱くないですか。うん、いや、美味しいです。あ、美味しいですか。よかったです。うまかったです。外はめっちゃカリッとしてて、はい、めっちゃ美味しいです。すごっ、お店みたい、本当に。嬉しいお言葉。ラブ注入。とりあえずじゃあちょっともうちょっとやってみますね、質問。うん、いいですか、すみません。どんな意味があるの、どんな意味がある質問。自宅マンションのバルコニーに出たところ、男性が女性をナイフで刺している現場を目撃、男性と目が合ってしまった。その男はあなたの方を指さして一定の動きで手を動かした。これにどのような意味があるか。分かった、分かりました。え、何ですか。なんか近くの別の階にいる人にサインを送ったじゃないですか、共犯者に。あー、これいい線いってないですか。そんなんじゃないですか。ですね、あ、サイコパスはですね、うん、いや、まあ、サイコパスというか、なんかパッと聞きで思ったのは、はいはい、こんなんじゃないですか。シンゴさんはどうですか。お前は何階に住んでんだって。あ、あ、違うか。そのこの自分の住んでるお家のベランダってこと。いや、まあその自宅マンションのバルコニーを出た、そう、自分は、まあ、慎吾ちゃんだったら、慎吾ちゃんが自分の家のマンションのバルコニーに出たら、男性が女性をナイフで刺してる現場を見ちゃった。それはまあ、お前は何階に住んでんだ、今からここに行くぞっていうのかな。アンダーサイン、はい、手を動かしてる理由は何ですか。いいですか、正解です。正解というか、サイコパスの回答はあなたのいる場所の回数を教えてる。だから1,2,3,4、お前は4階だな、今から行くからな、みたいなことですね。おー、あー、それがまさにその、しんごちゃんの回答はサイコパスの回答ですね。サイコパス、なんかそう思ったもんだって。一般的な回答は、次はお前をかっこっていう意思表示だと思う、その手のサインは。でもサイコパスの回答例だと、いる場所の回数を教えてる。あ、僕合ってたじゃん。これはちょっと強発出ましたね。しっかりとサイコパスじゃないですか。しっかり出ました。なんかこういうなんかネタっていうか心霊系の聞いたことあるんだよね。あ、でもさ、これね、こういうこれ結構でも有名な、あるよね、このしててこの指のね、うん、サイン、これももしかしたらあるかも。サンタのプレゼントに選ばない理由、サンタクロースが男の子にサッカーボールと自転車をプレゼント。ところがその男の子は喜ばなかったという、うん、一体なぜか。サンタさんが男の子にサッカーボールと自転車をプレゼントしたんだけど、その男の子は喜ばなかった。なぜでしょう。え？でもこれもなんか
分かるかもしれない。海外っぽいな。なうーん、喜ばなかった。喜ばなかった。サッカーボールと自転車をあげたんだけど、その子は喜ばない。わかんない、持ってたんじゃないですか。あそうなるよね。それが一般的な回答なんですよ。ですが、サイコパスは、サッカーボールが生首。待って、サイコパスだったらね。あ、サイコパスだったらね。なんでわかんない。いいですか、じゃあ答えますね。変えていきます。男の子に足がなかったから、男の子に足がなかったからっていう回答。喜ばなかったの。サンタさんのサッカーは足でやる競技だから、はいはい、で自転車も足ないと乗れないからだ、はい、だからサイコパスはこれを、これの回答としては男の子に足がなかったからじゃないのって。あー、なるほど、なるほどね。なんか意外とこれこう私はね見てるからこうあーって思うけど、パッと出てこないものですよね。あ、これはちょっと初めてかも。次の問題なんですけど、なぜペットと子供を飼っていう質問なんですけど、あなたはある人に憎んでいる、家に忍び込んでその人を殺した、それだけでなく無関係な子供とペットも飼った、一体なぜ、うん、なぜでしょう。え、その僕はペットと子供だけだったら自分だけ愛されたいと思ってたと思うんだけど、ペットと子供だけだったら自分も愛されたい。ほんと、全員買ったんじゃん。でもね、これはゾッとします。難しいな。これもしかしてだけど、天国で会わせたいんじゃないですか。もうもう鳥肌です。そうです。そう、ちょっともうだん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 サイコパスの考えになってきましたね。なってきましたね。だから脳が順応してそうそうそう。いや、これそう、あの世で再会させてあげようとした。ちょっと怖いねえ。ちょっとそれはすごいわ。すごい、そうなかった、まあ、いや俺パッと聞いた瞬間思いましたよ。だってもうして合わせてあげるんだだって、なんか、サイコパスの脳に順応しちゃったかも。だんだん、レテン君が順応してサイコパスの。ちょっとやめてください。ないですよ、俺は普通の男の子だもん。まあ、まとめですね。どうでしたか？もし一つでも回答に共感できてしまったら、サイコパスかもしれません。サイコパスとは、1. 両親の異常な欠如、はい、2. 他人に愛着を持たない、 3. 慢性的に平然闘争を作る、 4. ずる賢く人を操ろうとする、うん、5. 自分の行動を制御できない、 6. 攻撃的で衝動的、 7. 反社会的。このまま、ね、デテンさんがちなみに一個一個ちなみにしましたし、そういうような特徴を持つと言われていると。こんなん全部楽しむ方のことですよね。そうですね。両親の異常な欠如、両親の異常な欠如、両親、良い心と書いた両親ですね。それが、ああ、両親ね。あ、両親、うんうんうん、親かと思っちゃった。異常に両親がいない。あと他人に愛着を持たない、持たないですね。興味がないってことだ。そういうことですね。慢性的に平然と、だから普通の顔してしらっと嘘がつく。あ、僕です。いや、だいぶ、はい、ずる賢く人を操る、操れないけどね。操られる方だから僕。自分の行動を制御できない、まあ、そうですね、それはありますよね。かなりありますよ。結構、結構ね、やっぱ衝動的に、衝動的にこれやりたいみたいなね。攻撃的に衝動的。あ、でもこういうクイズ大事かも、自分がわかる。攻撃的さに関してはもう最近拍車かけてきてますもんね。ここ1、2年でとんでもないですよ、それ。
でもすごいなって思います。そのしんごちゃんのこうまずスタッフ側としての X を見た時に相談ないのだよ。うん、そっか、もう突如やっちゃうんすね。だから結構周りから連絡来たりとか、しんごちゃん大丈夫、今あいつやばいぞって、あゆの時とか、ああ大丈夫みたいな、うん、あとなんか物知れっていうか本当に旬なネタを、最近の何かありますか、しんごちゃんに目が目に留まったネタ。大谷、あああの賭博の賭博って、うん、最高だ、どめますツイッターで俺ワクワクしちゃった、言ってください引用リツイートで、うん、寝てる、やばい、でか見てダメです、静かに、全体的にすごい香りがします。
そう。あ、すいません。すいません。すいません。すかこれ。すいません、すいません。あの、ちょっと、すいません。マッサージの、そう、こっそり脱がしちゃいました。すいません。すいません。え、今何時ですか？もう終電の、ギリギリなんですけど。え？飲んでましたよね。はい。一緒に。はい。すいません。あ、すいません。あの、エレさん。エレさん。だから来たくなかった。すいません、すいません。だから来たくなかったんだな。すいません、すいません。あ